石狩羊牧場。5月19日金曜日1時、今日で21頭のオスの羊放牧完了です。2018年から2021年までのいろいろな世代のオスの羊がいるので、初顔合わせもあって、それぞれ挨拶代わりにお互いに匂いを嗅いだり、体の大きさを比べています。今のところ脱走者はいなく、極めて順調と言えます。格好の鳴く声と風の音しか聞こえません。石狩川河川敷親古地区、羊の放牧場の風景です。看板やクイズも設置完了です。今日友蔵やてんちゃん放牧地に連れてきました。そうしたら匂いでわかるのか、みんなお出迎えです。このコミュニティがすごいです。だいたい4世代ぐらいが混ざっているので、初めて顔を合わす人もいて、挨拶や力関係をお互い匂いを嗅ぎながら確かめているようです。この中で一番強いのを自分たちで図づきしながら決めていきます。まあ男ってアホです。みー石狩羊牧場。